リンネのラグランジェは日本のロボットアニメ作品。テレビシリーズとして2012年1月より読売テレビ他にて放送開始。放送期間は分割にクールで2012年の1月から3月まで第1期が放送。7月から9月までリンネのラグランジェシーズンに全12話が放送された。さらに第1部とシーズン2をつなぐ OVA。 リンネのラグランジェカモガワデイズが制作されている。通称はラグリン。副題にはフラワーデクラレーションオブユーアハートが表記されている。また、海外故称としてラグランジュ、ザ・フラワーオブリンネがあり、海外放送時は主にこの名称が使用されている。原作は IG ポート参加のプロダクション IG で、アニメーション制作は同じく IG ポート参加のゼベックが担当。 劇場版、ブレイクブレードに続く両者のロボットアニメ路線であるが、今回はアニメオリジナル企画となる。総監督は、ゼベックで、機動戦艦ラデシコ、宇宙のステルビアを手掛けた佐藤達夫。監督は、鈴木敏正がそれぞれ担当する。本作品の主役ロボットのデザインは、メカニックデザイナーではなく、日産自動車のグローバルデザイン本部に依頼された。 日産とプロダクション IG は広角機動体スタンドアローオンコンプレックスソリッドステートソサイティでコラボレートした経験があり今回はデザイナー教育の一環としてロボットデザインを受け負った60人を超えるカーデザイナーやモデラーを集めたコンペティションが行われ60作品以上の図案の中から4案が最終候補となり自動車のインテリアデザインを担当している 大須田隆のデザインが主役機、WOX シリーズに決定した。また、菊池博之がデザインした3体も、敵、オービットとして採用された。自動車メーカーがアニメーションへ、ロボットのデザインを提供するという試みは、世界でも、例を見ない取り組み。制作委員会にも参加している読売テレビでは、宣伝に力を入れており、2011年10月16日に行われた、 日産自動車の制作発表イベントを翌朝のローカル番組朝をワイドスマタンで報じたほか同年11月11日には吉田直アナウンサーが第1期第4話へテレビリポーター役で出演することを YouTube アナウンサー工場委員会議運で報じている本作の主な舞台は千葉県鴨川市となっており実在の風景をもとにした背景画が 作品中で使われている。鴨川市においては、臨めのラグランジェ鴨川推進委員会が発足し、鴨川市民及び出身者や千葉県在住者限定イベントとして、2011年12月23日には、鴨川市民会館で第1期第1話の先行上映会が開催され、声優の石原香里スタッフの鈴木敏政佐藤達夫、大河原県の4人による、 トークショーなども行われた。その他、第1期の9話では、同じ千葉県の勝浦市が登場している。本作と鴨川市の関係については、2012年3月7日、放送の NHK、クローズアップ現代で、自治体による番組とのタイアップ事例として、紹介されている。主役格の窓か、乱麦並みの3人は、鴨川市のポータルマガジン、鴨ジネで、 たびたび表紙を飾っているほか、2013年9月21日付で、鴨川市から、鴨川ふるさと特別大使に任命されている。2014年7月19日から同年9月15日までの間、鴨川市郷土資料館で、輪廻のラグランジェ展が開催された。期間中は、番組宣伝ポスターや関連グッズなどが展示された、ほか、最終日には、鈴木と島さ、 市の高俊、岡本県他を招いたトークショーと交流会が催された。2015年10月、ラグランジェプロジェクト及び、リンネのラグランジェ鴨川推進委員会は、本作の制作過程で生み出された資料を鴨川市に移設、保存することを発表した。年間で、数多くのアニメ作品が作り出される中で、アニメ制作会社単体での制作資料の、 保管場所確保は困難になりつつあり、今回の発表は画期的なものである。その後、戦術の資料から第一期第一話の原画展示をメインとしたリンネのラグランジュ原画展が2017年7月4日から同年9月24日まで鴨川市郷土資料館で開催された。かつて地球には多くの人々が暮らし、今の地球では考えられないくらいの発展した。 文明を持っていた。人々は素粒子の発見とそれをフルに活用する素粒子物理学をもって豊かな生活を送っていたが、それらは相対して量子加速器を用いた兵器の進化によって数々の紛争を発生させた。そのような状況の中、新たなる素粒子が発見される。これを発見したこれがリテ王国の王女名君は、その名をウォックス粒子と付け、 戦乱に揉まれる人たちへの抑止の声となるべく、ボックス粒子を用いたロボットオービットを開発する。しかし、王族の中にはそれを快く思わない者も,もいた。彼らは、メイ君を図り、オービットの破壊をもくろむ。混乱が発生する中、メイ君を乗せ予測不可能なエネルギー体へと変化した、オービットは暴走し、大量のエネルギーを放出。やがてそれは地球を包んで、 あらゆるものを破壊し、大半は海へと没した。人々は命からがら宇宙へと逃げ出し、繁栄を極めた地球の古代文明はここに滅した。マドか、ランムに波が通う女子高校。全校生徒数は約450人。海岸沿いに位置する。制服は、夏服は、ポロシャツで、冬服はブレザー。ジャージ部の活動を黙認し、宇宙人のランや、 麦並みの天にを容認するなど、その興風は、生徒からも、アバウトという声が上がるほどおおらか。ノームンデス財団が建造した、前線基地の乗組員。田所以下のブリッジクルーは主に戦闘での指揮を行うが、それ以外にもボックスの整備や遺跡からの発掘物の解析に携わる者など、多くの人々が仕事についている。ファロス本体の詳細については、ファロスの項目を、 ウォックスの詳細については、オービットの項目を参照。ファロスの建造やウォックスの運用に関わっている財団。1820年代に設立され、ウォックスコアを発見、保管してきた。地球から約50光年離れた、中域にある、連邦国家。レガリテ、デメトリオ、パドロス、ラクインテバリテ、デ、バリテ、ミヤガ、アラマンの7つの構成系国家で構成され、 総人口は1000億人。有効半径は10光年にも及ぶ。2万年前に、ウォックスの伝説によって、地球を離れた人類の末裔であり、4000年後の旅路の果てに発見した三海星団を元として様々なテラフォーミング技術を用い、長い時間をかけて、今の星間国家を作り出した。地球をとして、地球側との交流を立っていたが、現在は、 ボックスを求め、地球との接触を図っている。デメトリオポリエ、ドロンの構成国家の一つ。キリウス、イゾ、アレイの出身惑星。ピラジュリオは、元王子で、ユリカノは、第一王女。ポリヘドロンでは、レガリテに次ぐ大国で、皇族の誰かを常にレガリテに常駐せねば、ならないという特殊派遣制度がある。レガリテポリエ、ドロンの構成国家の一つで、 ポリヘドロン内で最も強大な軍事国家。連邦制を敷く。かつてはデメトリオと同盟関係にあったが、パドロス戦役後に同盟を吐き、現在デメトリオとは対立している。ラントも、井戸の出身惑星で、国王はディセルマイン。で、ガリテが、主導権を握る。現在のポリヘドロンのありようを変えるために結成された、組織。当領はビラジュリオ麦並も、 組織の一員である。デメトリオやレガリテ出身の者も,もいるが、大半は惑星宇、ゴーの出身者で構成されている。シーズン2では、ビラジュリオのデメトリオ国王就任に伴い、キスの戦力や人員はそのまま、デメトリオ正規軍に組み込まれている。本作に登場するロボットは、オービットの総称で呼ばれる。その戦闘能力は高く、モイドによると、地球の科学では、 歯が立たない。多くのオービットは、悪粒子と呼ばれる高エネルギーを得ることができる粒子を、機体の稼働や武装に使用している。ウォックスシリーズ地球側のオービット。全三機がファロスに配備されており、地球防衛のようとなっている。地球上で三個発見された、ウォックスコアを元に建造されており、ウォックス粒子で稼働する。性能は、ポリヘドロン製のオービットを上回っており、 敵の悪フィールドを突破するためにも井戸によって提案された戦闘機型のピアサー形態と人型のウォーリア形態の二つの形態に変形することができる。機体の軌道と制御はパイロットの皮膚電位活動によって行われるため、パイロットの個体差がそのまま機体の性能差に直結する。パイロット側から操縦系への干渉は生体管を制御派と呼ばれ、 制御派レベルの上昇とともに、機体出力もアップするという特性を持つ。コックピットは、全点周意識。操縦には、メモリアと呼ばれる印が必要となる。固定武装は持たず、武器やシールド展開機構を腕に、アタッチメント装着して戦う。2万年前のウォックスの伝説にも、密接に関わる機体であり、デメトリを、キス。 デガリテのサム勢力はこの機体の露革もしくは破壊を狙っている。メモリアを持つパイロットとウォックスとの結びつきは非常に強固なものであり、シーズン2第6話では3機とも自律的にハロスから発進し、地球軌道上で窮地に陥った窓形を救出している。モイドによればウォックスはリンネの向こう側の世界とこちらの世界の 橋渡しを務めるインターフェースであるとのこと。デメトリオのオービットデメトリオの王立軍、教育航空アカデミーの生徒の設計データをもとに、技術研究本部にて開発されたキリウスたち専用のオービット。機体の開発にはユリカノも関わっている。3機とも共通のプラットフォームを持つ。コクピットは3つのパーツからなり、機体に急精度がかかった場合は、パーツ同士が結合して、 パイロットを保護する。全機体が共通して黒い円錐状の防御膜、アクー、フィールド、アルキスタを展開する能力を持ち、フィールドは全身を覆うように展開することもできる。アクーフィールドは、ファロスに配備されたレーザー砲やミサイルをことごとく無効化する防御力を発揮し、3機揃って展開を行うと、戦艦クラスの宇宙艦隊の一斉射撃すらも防ぐことが可能。 また、三機が完全に連携した場合は中規模の軌道要塞すら制圧できるという。各機とも黒を基調としたカラーリングが特徴。レガリテのオービットレガリテの正規軍が使用するオービット。レガリテはポリヘドロンの各国と協力し、次期主力オービットの開発計画に着手した。その際に武装のユニットの共通化を提唱。最終組み立ては、 参加各国で行われるが、重要部品の購入は、レガリテと外交上の取り決めを結ばねばならず、量産機のマグドーラの生産は各国に負担を強いたまま始められ、結果として、マグドーラは、レガリテによるポリヘドロン支配を象徴する機体となる。キススのオービット反ポリヘドロン二族同盟、キススが使用するオービット、キススの装備や技術の発展には、 元レガリテのオービット工学者、ネリーやケスクスタ教が深く貢献している。彼は各地を放浪した末に、惑星ウォーへと流れ着き、ビラジュリオの下で、オービット開発などを行った。地球の感染でメトリオの感染レガリテの感染機質の感染機質の装備や、技術の発展に貢献した、ケスクスタ教は、造船大国、パドロスの海軍ともつながりがあり、 無理な納期要求をするレガリテに嫌気がさしていた海軍の場、タイジアム隊と連絡を取って反旗を翻させ、彼女ら軍人や造船技術者を乗せた重砲艦2隻と高速巡洋艦18隻からなる艦隊をキッス側へと引き入れている。これにより所有艦艇がプログリア級1隻しかなかったキッスは1個艦隊を丸ごとを手に入れることができた。 2011年12月25日にはニコニコ生放送で第1期第1話の先行上映が主要声優陣による対談コーナーと合わせて行われた。バンダイチャンネルでの無料配信は当初の予定より1日遅れて2012年1月12日に開始された。バンダイチャンネルに合わせ公式サイト上でも同期間限定の無料配信が開始されている。 バンダイチャンネル版の第1期の第1話は諸事情から地上波版に映像修正を施した内容となっている。OVA 鴨川デイズは ATX にて2014年6月29日および7月5日に放送された。映像コンテンツと PS3 版テレビゲームを同時収録したハイブリッドディスクシリーズの一つとして、 バンダイナムコゲームスから2012年8月23日に発売。パッケージの名称は、リンネのラグランジェ、カモガワデーズゲーム &OVA ハイブリッドディスク。OVA、カモガデーズ時期は、テレビアニメ1期と2期の合間に位置する頃。正月を迎えていた地球、カモガワで、年賀状の山にうずもれる窓か。その中には50光年の彼方にあるポリヘドロンから、 届いたランと、麦並みからの手紙もあった。それぞれの日常を送る三人の心の交流を描く、ショートストーリー。アニメーション制作はゼベックだが、スタジオパストラル、スタジオイゼナ、ヘバラキが制作協力している。先行して2012年6月23日より、全国10館で2週間限定劇場公開された。来場者特典として、キャラクターカードをプレゼント。 キャッチコピーは離れててもジャージブは一つ。PS3 鴨川ドリームマッチ OVA 鴨川デイズと同時収録される一音一の 3D 対戦アクションシューティングゲーム。WOX シリーズや各陣営のオービットを劇中のキャラを通して操縦して戦う。アニメ一気のストーリーを追展開するミッションモードも搭載されている。 月刊ビッグガンガン2011ボリューム1から2013ボリューム3まで連載された。作画は石井。アニメ本編のコミカライズ。ヤングガンガン2011年18号から2013年3号まで連載された。作画は吉岡君竹。行月は赤時と読む。イゾ・キリウス、アレーラ3人の訓練生時代を描いた前日談である。 登場人物声優はドラマ CD のもの。登場メカニックヨーゴラグラジ。石原香里とセットマサミのリンネのラグランジェウェブラジオのタイトルで2011年11月12日から2012年10月27日まで響きラジオステーションにて配信されていた。2011年12月まで各週土曜日配信。2012年1月から毎週土曜日配信。 本放送前の2011年11月5日にはプレ放送として大霊会が配信された。パチスロリンネのラグランジェとしてアニメの制作委員会に参加していたサミーよりリリースされ2014年2月にホールでの稼働を開始。タイプはサマイス管理型 a t ィ機となっておりサミーが提供する携帯サイト及びアプリとの連携サービスのマイスロによる実践データ管理や 着せ替えツールが利用できる。TV アニメ未収録のエンディングが4本収録されていて、遊戯を進め条件をクリアすれば見ることができる。漫画小説関連書籍林根のラグランジェ行月のメモリアに関するカテゴリー、林根のラグランジェ鴨川デイズに関するカテゴリー。ありがとうございます。